皆様こんにちは、あいまろです。今日のお出かけは東京都世田谷区上野毛にあります五島美術館と敷地内の庭園です。今回はですね、ジンバルにスマホを装着してお散歩しながらの撮影となります。素人の撮影ですので、ジンバルを使用しても多少揺れます。気になる方は次のシーンへスキップしてご覧ください。ですね、五島美術館は国宝源氏物語絵巻を所蔵することで名高いのだそうです。で、現在ねやっている展覧会は桃山の花というテーマで行われております。こちらは五島美術館と大東京記念文庫がある場所となっております。その両方が所蔵しているあの古美術などを展示している美術館となります。でちょっとここ入る前に向こうの方になんか赤い橋が見えたので後で寄ってみようと思います。美術館の中は撮影禁止ですので写すことはできません。あのしっかりと見てきたんですが、動画の方は庭園の散策に移らせていただきます。でここ本当に敷地がですね広くて、美術館とこの庭園合わせて6000坪あるのだそうです。で私行くまで知らなかったんですが、いやだいぶ広いだろうなと思ってたんですけど、説明によるとほぼ崖ですって書いてあるんですね。いや実際そうなんですよ。すごい傾斜のところを自然の姿を残したままで、あの庭園という形でこだわってあの作られたのだそうです。あの東急グループのね創設者とされております後藤啓太氏によって作られた美術館であり、ここの場所は要するにまあ後藤一族がお住まいになっている敷地の一部を要するに利用しているといった、まあ、そんな感じになっているのだそうです。で一応ね外周を回るというコースが一番まあ楽な簡単なコースということらしいんですけど、いや結構広いですよ。でここはですね、明治時代に建てられた古老橋、あ違うな、古橋楼という茶室だそうです。で使われてるそうなんですが、一般公開はされていません。でここ稲荷丸古墳と書いてあるんですけれども、 Google マップにも載っているのですが、あの詳しいことは分かってないようです。あの隣接する遺跡の発掘調査で見つかったものだそうですよ。でまたねずっと外周コースを回っていきます。はい、一応 YouTuber の端くれとして一応自撮りをしてみました。ちょっとね雨がね降ってたんですよね。時々雨の様子が映るかと思います。ここねちょっとわざわざ立て看板があったので泊まってみたんですけど、昭金亭沖灯籠と書いてありました。こちら保存樹木欅、大変立派です。木肌がね美しいですね。でここなんですけど、これ東右京へ、なんで下まで映ってないんだっていうね。でこっちが、まあ、北ですよね。北で左、これ読めないんですよ。うん、なんてこう中途半端な写し方なんでしょうか。そしてこのもうほんと崖な感じ分かりますかね。 こんな感じなんですよ。でまた別のこう藤棚とか写してるんですが、やっぱり気になって戻りました。はい、南紀州熊野大和どちら西ですね。なんで西っていう字ちゃんと写ってない、もう読めないです。何かねご存知の方がいらっしゃったら教えていただけたら嬉しいです。はい、でまたずんずん進んでまいります。象さんの置物がありました。
わざわざね柵で囲ってありました。ソテツがあって、この芝生が本当に美しくて、きちんと手入れされてるっていうのがねよくわかります。ちょっと見づらいですが、後ろの方にもねなんか灯籠のようなものがあったり、もうね、あちこちにねたくさん置物があるんですよね。庭石も立派です。ここの楓の下にですね、これなんかね銀閣寺なんとかかんとかって書いてあるんですよね。でも何なのかはちょっとわかりません。ここもねわざわざ柵で囲ってあるので、多分いわゆる名木と呼ばれるようなものなのではないかなと思います。ここもね入れないようになっています。本当にね綺麗に手入れされていて、お庭の管理のスタッフの方もね何人かすれ違いましたけれども、皆さんね挨拶をしてくださって、本当に感じのいい美術館でした。あの方はねもしかしたら五島一族の方なのかもしれません。ちょっと分かんないですけど、スタッフの方もねみんな本当に感じが良くて、皆さん挨拶してくださって本当に素敵な場所でした。これはね木蓮って書いてありますね。紅葉が始まってるんでしょうかね。今年はね9月になってから急に寒くなったんで。では目指せ今夜ですね。これもね巨木になる木ですね。私はガーデニングが好きなので、ついついお花とか木とか見ちゃいます。ここ、三原思想と書いてありますが、別名第二講堂と書いてありました。こちらは楽天の本社が見えております。はい、ここからまた降りていきます。もう自然がねたっぷりなんですよね。この石垣もねすごくいい感じでした。これ右側に立派な通路がありますが、あくまでも外周コースで行きますので、左側の階段を降りていきます。この辺りがねちょっと不安になってくるんですよ。遭難したらどうしようみたいな感じ でここに休憩所があったんですけれども、もうね蚊に刺されるのが嫌で、ほとんどノンストップで歩いています。立ち止まるのが怖いみたいな、そんな感じでした。もうね私としたことがね、蚊の対策グッズを持ってくるの忘れちゃったんですよね。もうね、でここに池がありまして、雨が続いた時期でしたので、ちょっとね濁っちゃってますけれども、お魚が優雅に泳いでおります。本当はねゆっくり立ち止まってお花を見つけたらねちょっと写真撮ったりいろいろやりたかったんですが、まあ、先ほど言ったようにもう蚊に刺されたくない一心でひたすらずんずん進んでまいりました。ここにもねまた道があったんですが、そこには行かず、また進んでいきます。今ちらっと門が見えました。ここにまた登っていく階段がありますが、そこは行かずにこの外周のこの赤門を通っていきます。緑の中に赤が生えてね本当に素敵でした。こう吸い込まれるような感じで、なんかドキドキワクワクします。ここを通ったら頭が良くなるような気がしたんですけど、一回戻りまして自撮りしながらこの頭が良くなるかもしれないものをくぐりたいなと思いました。でも なんでこんなヘラヘラ笑ってるかと言いますと、この自然たっぷりな中で何をやってるんだろうかと思っちゃってね、自分でやっておきながら笑っちゃったという図になっております。ここでなんか通れないんですけど、ちょっとね
民家が見えたりして、こちらに進んでまいります。一番下のあたりでしょうね。お地蔵さんお邪魔してます。お地蔵さんとか石仏ですかね。それで説明を読んだらですね、鉄道事業で伊豆や長野の鉄道事業の際に引き取った石仏が点在しというような説明があったので、そういうことなのかなというふうに思いました。とにかくね、すごい数なんですよね。やっぱりね、開発のためとはいえね、撤去して廃棄っていうわけにもいかないですからね、このように大切に移設されたということなのではないかなと思います。本当にすごいんですよ。いっぱい並んでおりました。私は残念なことに歴史に全く興味がないんですが、やっぱりこういうのを見た時に、どう表現していいかわからないんですが、こう何と言いますか、こう感謝の気持ちみたいなものは持っていたいというか、伝えたいというか、そんな気持ちに、ね、なりました。ここにもね、門があります。あとでね、また分かりやすく映る瞬間がございます。ここもね、ずっとらっと並んでるんですよね。いや、ほんとね、広いですよ。ちょっと一回ね、またぐるっと見渡してみたいと思います。私こんなね、自然たっぷりのところに一人で歩くとか絶対無理なんですけど、本当怖いんで。あ、ここ門ですね。さっき言ってたね、ニコタマの方に行けるみたいです。だけどもうね、蚊に刺されるのが嫌な一心で、もうその自然たっぷりのところに一人いるのが怖いっていう気持ちをすっかり忘れていました。で、こう石段登っていて、本当にこっちでいいのかなって不安になってきたところで、スタッフさんがね、たまたま上から降りて来られました。これいいんですよね、こっち行ったら元に戻れんですよ。そうですよね。ありがとうございます。よかったです、ほっとしました。なんか美術館のスタッフさんって本当に優しくて、品があって素敵ですよね。本当にね、丁寧に対応していただきました。本当に心地よかったです。これね、なんやかんや結構ありますよ、この石段。本当に。なので、後から知ったんですが、説明書きにあくまでも見客コース、そうだから本当にちょっとあんまりたくさん歩けないとか、階段の上り下りつらいという方にはちょっとはっきり言って無理なコースかなと思います。ちょっと明かりが見えてきましたみたいな感じ。はい、着きました。美術館のね、スタッフの方に女性にね、お帰りなさいませって言っていただいたので、無事正解いたしましたと伝えました。はい、では美術館を後にいたしまして、ちょっと気になったこの赤い橋に行ってみました。富士見橋と書いてありました。富士見ということは富士山が見えるという意味です。そして真ん中のところに行ってみると、とですね、なんと関東の富士見百景ということでございました。さあ、富士山は見えるんでしょうか。楽天の本社が見えております。はい、私は鉄子でも鉄道マニアでもありませんが、電車が見えたら写真撮ったり動画撮ったりすることにしております。絵になるからです。これは、大井町線だと思います。
で、カフェでねちょっと一休みして帰ることにいたしました。ネットで調べたら髪の毛周辺はカフェがねあんまりないんですよね。またね皆さんがお出かけの際には新しくねできてたりするかもしれないんですが、一応ね検索して調べてから行かれることをお勧めいたします。ここはね駅のすぐそばだったので助かりました。ちょっと読み方わかんないんですけど M.E.Me なのか ME なのかわかんないんですけど、そういう名前のカフェでした。ちっちゃいカフェでしたけどね、ちょっといい感じのところが見つかってよかったです。髪の毛駅に戻ってまいりました。小さい駅なんですけれども、ホームまでがねすぐなのでちっちゃい駅好きです。こう反対ホームなんですけど電車が見えたからカメラね回してしまいました。ここまでとなります。いつもご覧いただきありがとうございます。またお出かけ動画見たいなって思っていただけたら高評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。